皆さんおはようございます。時刻は6時20分なんですけど、今練習場があるサンパークに到着しました。今日は朝早いんですけど、今日は、明日松本山田との試合が控えてるんで、移動のためにというか今日は移動日ですね。飛行機の時間も早いんで、練習時間も8時半ということで、ちょっと早めに、時間設定になってます。朝早いとやっぱり眠たい。しっかり練習してね、前日練習して松本の方に向かっていきたいなと思います。それでは練習の様子じゃないな、移動の様子などまた撮っていきたいなと思います。練習も頑張ってきます。行ってきます。みんな移動に向けて大磯たちの準備中です。いやー、時間ないね、立教ね。全然ない。みんなドライヤーもすごい大胆に。俊平いいね。今日のランチです。太陽と月のお弁当いただきます。今10時30分なんですけど、ちょっと早めの就職です。いただきます。今練習を終えて空港に到着したんですけど、今時刻は11時15分ぐらいなんですけど、これから、松本の方に向かって出発したいなと思ってます。今松山空港に到着したんですけど、これから飛行機を使って、東京まで行って、東京から今度はバスで、3時間半ぐらいかなかけて、松本の方に向かいます。はい、ということでこの移動もね、結構ハードな過酷な移動になるかと思うんですけど、その様子をカメラに収めたいなと思ってるんで、皆さんお付き合いよろしくお願いします。行ってきます。出発します。レッツー出発から飛行機で出発です。ちょっと今日は雨が降ってるから早いな、ちょっと不安だな。あー、閉じられる。横の席はシューマとレイヤー君。レイヤー、ちょっと長旅やね。20分頑張りますね。そっからバス移動やけど、移動もでかいな。
オムオム、オムのチンピラ感がすごい。チンピラ感が、チンピラさん、いやいや絡まないでください、すいません、ちょっとここちょっとちょっと絡まないでもらっていいですか、やんのけ、マジでやんのけ、チンピラ具合がすごいっすわ、本当にもうちょっとシャキッとして頼みます。ただいま時刻は1時50分です。無事羽田空港到着しました。オムが今手振ってたな、優しいな。1時間だいたい半ぐらいかな、半ぐらいかかってないのかな、空港で、空港でというか飛行機に揺られて、成田ここ違うでしょ、びっくりするじゃん、騙さないでよ。羽田空港に着いたんですけど、飛行機の中では疲れて、ちょっと寝ちゃってましたね。はい、うるさくないじゃん、寝てたじゃん、オム嘘つかないでよ、怒られないよ、もう大人なんですから。これからバスで3時間半かけて、松本の方に向かいたいなと思っております。くー、長い旅だー、大変ですね。はい、3時間半バスに揺られて行ってきます。ようやくホテルに着きました。815到着です。今日の、おいしょ、おー、バッグが詰まった。今日のお宿はこんな感じです。ズドーン。感じ、ちょちょちょ、いい感じ、ちょ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 、いい感じ、最高です。ただいま時刻は、5時20分ぐらいに
になるんですけど、無事松本のホテルに到着しました。飛行機で揺られて、そこからバスで羽田から来たんですけど、だいたい3時間半近くかな、移動してバスで移動してきたっていうところですね。まあ、クラブハウス出て、松山を出発して、だいたい6時間ぐらいの旅でしたけど、今回の移動は結構ハードでしたね。空港から着いて松本まで来るのにね、バスで3時間半だったんで、まあその移動が結構タフだったなっていう感じですね。まあこれから夕食とって、まあホテルでリラックスしながら、体の疲労もね、取っていきたいなというふうには思ってるんで、まあいい準備をしていきたいなと思います。いい部屋なんでね、いいベッドなんで、今日もしっかりくつろぎたいなと思っております。はい。それではまたカメラを回します。疲れたー。いや、その前にちょっと部屋から見るロケーションを皆さんに見てもらいたいなと思ってます。ちょっと待ってくださいね。カメラチェンジするんで。カメラをアウトカメラにしました。じゃじゃじゃん。ホテルはこんな感じですね。東横インのが目の前にあるんですけど、ちょっと見えないんだけど、あそこの駐車場、車がいっぱいあるところが松本駅かな、多分もう松本駅のすぐ目の前のホテルですね。はい、ロケーションもじゃんっていう、この辺が見晴らしがいいかなっていう感じですかね。あの山はなんだろうな、松本山脈かな、松本山脈ってあるかな。もう、うん、ちょっと勉強不足です。森脇、皆さんこちらは森脇山脈。いらないね。はい、というこんな感じですね。部屋から見える間取りは、ちょっとカーテン開けたら、あの前の人、前のホテルの人と目が合っちゃうか心配ですけど、はい、快適に過ごします。それでは皆さん、後ほど。まず部屋に着いたら、バッグの中身の整理整頓を森脇はやります。こんな感じで荷物を詰めてるんですけど、はい、もう空港とかねで結構偏っちゃってるんですけど、このバッグの中身を今から整理したいなと思います。ただいま時刻は5時45分になったところなんですけど、これからチームでの夕食の方に向かっていきます。今日もいつもと同じですけど、たくさん栄養をとって、栄養をつけて、もりもりご飯を食べたいな、ちょっと言葉がだいぶおかしいな、もりもり食べてたくさん栄養をつけたいなと思っております。どんなご飯がね出てくるのか、毎回夕食は楽しみです。はい、それでは夕食の方に行ってきまーす。レッツーディナー。今夜の夕食です。今日の晩ご飯です。盛りだくさん、盛り盛り盛り、盛り脇だけに盛り盛り盛り、違うね、ちょっと全然笑ってません、ゆうとくん。そら苦笑い。どう、たくみ、美味しい？めっちゃ美味しい。いいね、いっぱい食べて、栄養つけてよ。ただいまご飯から帰ってきました。美味しかった、お腹いっぱい。今日もめちゃくちゃめちゃくちゃご飯をいただいてきました。幸せです。これからもうちょっとしたら治療なんで、それまで部屋の方でゆっくりします。今から治療に行ってきます。行ってきます。治療部屋に来ました。今からババちゃんに体を触ってもらいます。皆さん今、森脇。お風呂に入ってます。
詰まった。今というかさっき治療を終えて、今体を癒すためにお風呂に入浴中でございます。気持ちいいな気持ちいいな、お風呂は気持ちいいな。なんだこれ、なんか喋りたいんですけど、何も言葉が浮かんできません。はい、ごめんなさい。とにかくお風呂は気持ちいいですね。今日も長旅で、移動もあって、まあ飛行機、とバスで移動してきたんですけど、まあその疲れもちょっと多少あるので、今お風呂で癒されてるというところですね。誰も森脇のニューヨークシーンなんて見たくないっちゅうのっていう話ですよね。この間も何戦だったかな、何戦動画かな、なんかの時にニューヨークシーンを撮りましたけど、誰も興味を抱いてなかったですね。なのに今回また回すっていう、皆さんごめんなさいね、こんな時間お付き合いしていただいてありがとうございます。ちょっと気分も体も心も全部さっぱりして上がりたいなと思います。それでは皆さん、お風呂動画はこの辺で失礼いたします。気持ちいいな気持ちいいな、お風呂は。今時刻は22時、夜の10時なんですけど、これから眠りの方に向かっていきたいなと思っております。今日は移動がね、結構ハードな移動だったんで、疲れも若干あるので、しっかり睡眠をとって、休養をとって明日に備えたいなと思ってます。やっぱりね、試合で活躍する、試合でしっかり動ける体を作る、普段の生活からいい習慣を作るっていうのは、やっぱり睡眠っていうのはものすごく重要になってくるっていうふうには思ってるんで、まあ大体いつも7時間から、まあ、多くて8時間ぐらいはね寝たいなと思ってるんですけど、これから眠りの方に向かって7時間8時間ぐらいは睡眠をとりたいなと思ってます。はい、明日の試合もね非常に重要な上位対決なんで、絶対負けられないので、今日もいい夢を見ながら、いいイメージをこう頭の中に描きながら睡眠の方に向かっていきます。それでは皆さんも良い夜を過ごしてくださいね。皆さんグッナイ、おやすみ、眠たい。皆さんおはようございます。今時刻は8時半なんですけど、これから朝食に行ってきたいなと思っております。朝今8時半なんですけど、もう結構昨日もね、ゆっくり爆睡できたんですけど、朝は眠いです。朝めちゃくちゃ森脇は弱いんで、こっから徐々にテンションが上がっていくっていう感じですね。はい、朝からしっかりご飯もね、たくさん食べて、また栄養をつけたいなと思ってます。それでは朝食の方に行ってきます。今日の朝食です。なんか落ちたぞ、人。おはよう。走危ないね。セーフ。いただきます。ご飯を食べて部屋の方に戻ってきました。朝食めちゃくちゃ美味しかったですね。松本のご飯は美味しいなって思いながら食べました。
食べさせてもらいました。はい、これから、次の散歩の時間まで、散歩が何時かな、11時過ぎか11時半ぐらいだったと思うんですけど、散歩があるんですけど、それまでは部屋の方でゆっくりしたいなと思ってます。松本の今日の外の様子はこんな感じです。じゃん、曇りですかね。はい、曇ってますね今日は。まあこのままちょっと試合の時には雨予報ではあるんですけど、このまま天気が持ってくれたら嬉しいなと思ってます。僕ら選手もね、嬉しいんですけど、見てくれてる、見に来てくれるファンサポーターの方もね、やっぱり雨が降る降らないじゃ大きく変わってくるというふうに思ってるんで、まあ、いろんな人のためにも雨はね持ちこたえてもらいたいなと、このまま曇りで行ってもらいたいなと思ってます。天気を持ってくれというわけで、今日の松本の外の様子はこんな感じでした。はい、ということで、また後ほどカメラを回させてもらいます。ちょっと部屋でまったりゆっくり過ごします。今時刻は11時過ぎなんですけど、これからチームで散歩があるんで、そちらに向かって行きます。行ってきます。さあ、画質いいよ、散歩中です今チームで、画質めちゃくちゃいいね。あ、予約取ったん津川さん、この公園あれ、子供おるよ津川さん、あ、子供はいいよって朝日、お前しっかり答えてよ、めめ朝日、もうレイヤーは絶対わからん、レイヤーは絶対わからんちゃんとオム答えてきてよ。散歩中です、ちょっと雨降ってきたね。散歩散歩散歩、今準備をある程度整えたんで、これからちょっと試合前の軽食に向かいます。はい、それでは試合前に、ね、最後の栄養を取るということで、しっかり食べていきたいなと思っております。行ってきます。皆さん試合に向かう準備が整いました。もう試合の準備もして、これからチームでのミーティングをして、スタジアムに向かっていくっていう流れなんですけど、まあ今日、今松本に来て、これから18時からキックオフなんですけど、松本山賀との試合を控えてます。山賀はね今上位につけてて、まあ僕ら愛媛市も今現在2位ということで、まあ今日の試合上位対決で、非常に燃える熱くなる試合になるのかなと思ってますけど、まあ上での地での対戦ですけど、まあ、本当に負けられないなと、負けられないのもそうなんですけど、相手にね勝ち点を与えることだけはあってはならないなと、それは相手が勝利してね愛媛FCが負ける、相手が勝ち点3を奪って、自分たちは勝ち点0で変えるっていうのは一番避けなければいけないなというふうには思ってるんで、まあとにかく勝利を目指しながら戦いますけど、まあ賢く戦っていきたいなと、たとえ結果がね0対0引き分けだったとしても、それはねまあ問題はないのかなというふうには僕の中では思ってます。ただアウェーですけど、勝って愛媛に戻りたいと、勝ち点をね突き放していきたいという思いが強いんで、まあ厳しい戦いになることは間違いないですけど、勝利を目指して戦っていきたいなと、心はねハートは熱く、そして頭は冷静に戦っていきたいなというのは
感じてます、今日も本当にたくさんの方が多分愛媛の方からね、後押しをしてくれると、そして現地にも来て応援してくれると思ってますけど、そういう方たちと共に勝利をもぎ取って、試合後には笑顔で、喜びを分かち合いたいなと思っております。今日の松本、今天気は曇りで、雨はなんか持ちそうな感じはするんですけど、まあ蒸し暑くて、コンディション的には、梅雨の試合という感じですけど、まあその中でもしっかり走って戦って、勝負にこだわって、やっていきたいなと思ってます。森脇も今日試合ね、先発で出る予定ですけど、ホイッスルが鳴ったところからガツガツプレーして、アグレッシブに試合を進めていきたいなと思っております。とにかくさっきも言ったように絶対にね負けられない相手だというふうには思ってるんで、まあ、自分たちが勝利できることをイメージして試合に臨んでいきたいなと、必ず勝利をもぎ取って帰りたいなと思ってます。それでは皆さん、試合の方に行ってきます。今日も熱い応援をサポートよろしくお願いします。負けられないぞ、行ってきます、頑張ります。よし、行く。松本山雅のホームスタジアム、アルウィンスタジアム、素晴らしいスタジアムでしたね。あそこに電光掲示板にサンプルアルウィンと書いてありますけど、本当にここは毎回来ても素晴らしいスタジアムだなっていうのを感じますね。サッカー専用スタジアムの素晴らしさもあるんですけど、本当山雅のサポーターは熱狂的なねサポーターがこのスタジアムを埋め尽くすんで、まあ、J3 では異例な、もう今日も雨の中5000人超えのサポーターがね入って、スタジアムの雰囲気を素晴らしいものにしてくれてましたけど、まあ、その中で、戦えたっていうのは選手の僕らにとってはものすごく幸せで興奮する瞬間でしたね。ここには愛媛 FC のサポーターもね、陣取って熱い声援を僕らに送ってくれてましたけど、まあ、そのサポーターに勝利を届けられなくて非常に悔しいなっていう
ところですね、まあ勝って帰りたかったんですけど、それを達成することができずに愛媛に帰るっていうのはちょっとモヤモヤするっていう感じです。まあ試合の方もね、一人相手が少なくなって、こっちが愛媛市が一人多い状況だったんで、勝利をもぎ取って帰りたかったですけど、まあ自分たちが望んでる結果にはならなかったです。まあでもね、引き分けてもちろんいろいろ見直すところはあるんですけど、まあいい部分もあったんで、まあこれをねポジティブに捉えて、次の首位攻防戦富山戦に向かっていきたいなと思ってます。まあまたしっかりリカバーして頑張ります。今日もここサンプロアルウィン、サンプロアルウィンで、プレーできて、幸せでした。また頑張るぞ。また愛媛 FC の応援、森脇亮太の応援をよろしくお願いします。いいスタジアムだ。今時刻は10時半ごろなんですけど、夕食を食べて、部屋の方に戻ってきました。まあね、さっきもスタジアムの動画を回してる時にコメントさせてもらいましたけど、まあ悔しい引き分けに終わって、今部屋にホテルに戻ってきましたけど、まあ、悔しさが増してるっていう感じですね。はい、これからまた、今日の映像を見て、ちょっと振り返りたいなと思ってます。はい、なんで明日は移動が、朝7時半ぐらいにここを出発して、松山に着くのが午後2時という、また移動もね長旅ですけど、しっかりリカバリーして、体を整えて帰宅したいなと思ってます。これから今日の試合の映像を見て、しっかり反省するところといい部分をね把握したいなと思います。おはようございます。時刻は7時半ですけど、これから松山に向けて帰ります。それでは出発進行。無理、俺が寝た。時間が分からない。もうな、長いバス移動で羽田着きました。これから飛行機で帰ります。え、飛び立っていた。この ロケーションできたの。あ、いいね、絵になる、めっちゃ絵になる。この飛行機がズドン。森くん、ここら辺住んでるんですか？いや、この辺どう考えても住めないでしょ、これ。
これ住んでたらここ逮捕。ええモリカ、あのあれ、うん、あそこのオレンジと白のさ、あオレンジと白のあの嫌でしょ、あのオレンジと白のあれ、あそこじゃないの、そうね、あんなんかやったらもう窒息死してる俺。もう暑い暑いよ今の時期。ほんともう ドラム缶の中で、ね、どうえモリカどう、え画質いいよ、携帯変えたいな。モリカ最新車どれ、最新めちゃくちゃ画質いいね。いいよやっぱ、うむ、バカかっこいいんだけど、かっこせいでかっこせいでだけどさ、チャック開けなきゃダメよ、これやばいよ、俺のチャック開けやばいよ、チャック待って待って待って、チャック開け俺のチャック開けは指名しようよ、公然わいせつになりやるからやばいよ、ノーパイノーパイさ、チャック開けだけはダメよ、ノーパイひどいよ、ちゃんとやった、時刻は2時過ぎなんですけど、松山空港に無事到着しました。6時間半の移動でだいぶ疲れました。これから練習場があるサンパグに戻って、チームでリカバリートレーニングをして解散という流れになります。それではリカバリートレーニングに向かいます。松山暑いぞ、これカンカン照り、めちゃくちゃ暑い、じめってます。先ほどリカバリートレーニングが終わって、これから自宅に帰るところです。今回の松本遠征も非常にタフでハードな移動スケジュールでしたね。試合の方もね、相手が一人少なくなって、是が非でも勝利をもぎ取って帰りたかったっていうのが本音なんで、非常に悔しい結果であるのは間違いないのかなと。ただアウェイでね、勝ち点1を持って帰ることができたと、ポジティブに考えてね、次のホームでの試合、そして
これからのね残りのシーズン試合に向けて、プラスにできるようにまた来週から備えたいなと思ってます。まずは明日休みですけど、この遠征で疲れたね疲労をできるだけ早く回復できるように努めたいなと思ってます。今回の動画も最後まで、皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございます。皆さんのね応援っていうのは本当に僕自身の励みにもなりますしパワーにもなるので、引き続き応援サポートぜひよろしくお願いします。またそれでは誘ってんじゃん TV をご覧ください。今日も皆さんありがとうございました。バイバーイ。